三又又蔵は自身が経営するバーの経営資金としてダウンタウンの松本人志から1500万円借りたが、女遊びなどで使い果たして店が潰れてしまい、松本の連絡にも出なくなり絶縁された。自身が経営するバーで桑畑おはらのおはらを酔わせて襲おうとした。自身が経営するバーでサバンナの高橋から冷麺とドリンクだけで8000円徴収した。三又又蔵はポテチの CM に出演したがクレームが殺到し3日で終了した。